皆さんこんにちは、エミです。株式会社コーチシステム開発から発売されたネットリーダーネオを紹介します。今年2月に大きなアップデートがあり、変更点が2つあるので2回に分けました。第10回目は YouTube アドインを使ってショート動画とライブ動画を再生します。ネットリーダーネオとは、ネットリーダーネオは株式会社コーチシステム開発から発売されたネット閲覧ソフトです。 PC トーカーネオプラスという画面読み上げソフトを買うと付属します。最新のバージョンはバージョン2306ビルド51です。ネオモードについて。ネットリーダーネオにはネオモードとクラシックモードがあります。ネオモードは Google Chrome というネット閲覧ソフトから情報を取得する状態です。実演にはネオモードを使います。クラシックモードはインターネットエクスプローラーというネット閲覧ソフトから情報を取得している状態です。2022年6月15日でインターネットエクスプローラーのサポートが終了されました。そのためクラシックモードの利用はお勧めしません。 YouTube アドインとは、 YouTube アドインは簡単な操作で YouTube を検索したり視聴したりするために作られたウェブサイトです。ネットリーダーネオ、ネオモードのユーザーだけが利用できます。チャンネル内の動画一覧。 YouTube アドインが開いた状態でチャンネル内の動画一覧を表示させたとき、一覧の構成が変わりました。チャンネル内のショート動画とライブ動画が別のページに表示されるようになりました。チャンネル内の動画一覧を読んでみましょう。 YouTube アドインのトップページが開いた状態で、再生したいチャンネルを検索します。今回はヒカキンで検索します。検索キーワード、文字入力。検索キーワードの文字入力 H ヒカキキンヒカキン OK の確認。ヒカキン検索確認。検索結果が表示されたら、下矢印キーで進みます。キーワード、ヒカキンの検索結果、YouTube アドイン、ヒカキンの検索結果。1から20件目、関連性の高い順。1、ヒカキンの熱40度超え、ルーティーン、高熱密着24時。14時間前、ヒカキン TV。動画のタイトルが読まれます。次に、アップされた日時とチャンネルの名前が読まれます。今回は、ヒカキン TV でいいので、ここで右矢印キーを1回押して、チャンネルにカーソルを合わせてみます。ヒカキン TV 既読リンク。カーソルが合いました。エンターキーを押します。ヒカキン TV の動画、YouTube アドイン、ヒカキン TV。ヒカキンのチャンネルの動画一覧が表示されました。下矢印キーで読んでいきましょう。1から34件目、公開日が新しい順。1、ヒカキンの熱40度超え、ルーティーン、高熱密着24時、14時間前、26分16秒。2、貸し切り、ハリーポッタースタジオツアー東京、貸し切りで遊び尽くしてみた、ハリーポッター。3日前、38分45秒。3ヶ月前、33、TikTok、3ヶ月前、34、3ヶ月、次の結果へ。次の結果へとあります。その後、チャンネル内のその他の動画、チャンネル内のその他の動画という見出しがあります。次に進みます。ショート動画、ショート動画があります。次に進みます。ライブ動画、はい、次にライブ動画があります。次に進みます。チャンネル説明、チャンネル説明があります。
次に進みます。ヒカキン TV、 はい、ヒカキン TV というチャンネルの名前が表示されます。次に進みます。チャンネルを登録する確認、チャンネルを登録するがあります。登録しているチャンネルではチャンネルの登録を解除するとなっています。次に進みます。トップに戻る、はい、トップに戻るがあります。これが最後の項目となります。ショート動画を視聴する、 YouTube のショート動画とは最大60秒までの動画です。YouTuber ドインでショート動画を視聴します。ココチャンネルというチャンネルの動画一覧の一番上にカーソルがある状態です。チャンネル内のその他の動画という見出しまで移動したいので見出しごとに移動します。見出しごとに移動するにはアルファベットの H を押します。1から34件目、公開日が新しい順、チャンネル内のその他の動画72-1、見出し2、レベル4、チャンネル内のその他の動画まで移動しました。下矢印キーを1回押してショート動画を選んでエンターキーを押します。ショート動画、ショート動画を選びました。チャンネル内にショート動画がある場合は一覧が表示されます。ココチャンネル視覚障害児チャンネルの動画、 YouTube アドインココチャンネル視覚障害児チャンネル、はい、ショート動画と読まれたところでエンターキーを押すとこのようにショート動画の一覧が出ます。下矢印キーで読んでいきましょう。1から45件目、1、全盲ココちゃん南朝うさぎさんの誕生日会に参加してみた。2、ココさんと点字ブロックがない場合は白状でどう歩く。再生したい動画を選んでエンターキーを押します。ココさんと点字ブロックがない場合は白状でどう歩く、 YouTube アドイン、ココさんと点字ブロックがない場合は白状でどう歩く。そう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 、目印できないやつ、ね、目印がなかなか、あ、右側に目印あるんですか。そうそう、それ目印でいいわ、うん、来た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 。で、それがもうちょっといくとなくなるんだけど、うん、そしたらグレーチングが、はい、再生できました。上下矢印キーで動画プレイヤーというところにカーソルを合わせてエンターキーを押して止めました。なぜ一時停止ボタンではなく動画プレイヤーを選んだかというと、早送りや早戻しなどショートカットキーが使えるからです。ショート動画は忙しい時でもさっと見られてとても便利です。また通常動画の予告やダイジェストとしても使われている場合があります。ライブ動画を視聴する、 YouTube のライブ動画とはリアルタイムで配信される動画です。ライブ動画は配信が終わった後もアーカイブとして残される場合があります。 YouTube アドインで現在配信中のライブ動画を視聴します。音楽やニュースなど常に様々なジャンルの動画が配信されています。YouTube アドインに常にライブ動画を配信しているチャンネルを登録しておきました。 YouTube アドインのトップページが開いた状態で下矢印キーを数回押してスターバックスボサコーヒーというチャンネルを選んでエンターキーを押してみます。検索キー文字入力、検索各登録チャンネル、1、スターバックスボサコーヒー、スターバックスボチャコーヒー、スターバックスボチャコーヒーの動画、 YouTube アドイン、スターバックスボサコーヒーのチャンネル内動画一覧が表示されました。アルファベットの H を1回押してチャンネル内のその他の動画という見出しに移動します。チャンネル内のその他の動画60-1、見出し2、レベル4、はい、移動しました。下矢印キーを数回押してライブ動画を選んでエンターキーを押します。ショート動画、ライブ動画、スターバックスボッチャコーヒーの動画、 YouTube アドイン、チャンネル内にライブ動画がある場合は一覧が表示されます。下矢印キーを押して
読んでみましょう。1から28件目。1、スターバックス BGM、ハッピーモーニング、仕事、勉強、音楽を楽しむことができます。朝、カフェで聴きたい優雅なスタバ音楽、スターバックスジャズカフェミュージック、作業用 BGM、ライブ。今、ライブと読みましたね。現在配信中のライブ動画は、動画のタイトルの後にライブと読み上げられます。再生時間はわからないので、読まれません。次の動画に進みます。2. スターバックス BGM ハッピーモーニング朝カフェで聴きたい優雅なスタバ音楽スターバックスジャズカフェミュージ心と体をほぐすリラックス空間作業用 BGM ライブ 3. スタバ BGM 2023年に最高のスターバックスの曲朝目覚め仕事勉強そして良い気分のためのポジティブモーニングスタバカフェミュージック心と体をほぐすとここにはアーカイブはないんですけれどもアーカイブは動画のタイトルが読まれた後にアップされた時間と再生時間が読み上げられます。いつライブ動画が配信されるか告知が出ている場合もあります。ライブ配信中の動画を再生してみましょう。一番上にある動画を選びたいので一番上に行きます。トップポジション S1 から21スターバックス BGM ハッピーモーニング仕事勉強音楽を楽しむことができます朝カフェで聴きたい優雅なスタバ音楽スターバックスジャズカフェミュージック作業用 BGM はい上下矢印キーで動画を選びましたのでエンターキーを押しますスターバックス BGM ハッピーモーニングスターバックス BGM ハッピーモーニングプレイヤー再生されました上下矢印キーで動画プレイヤーを選んでエンターキーを押して止めましたこのようにライブ動画を視聴できますライブ動画で研修会やイベントが開催される場合があります好きなライブ動画を配信しているチャンネルを登録すると便利ですネットリーダーネオが入った PC トーカーネオプラスのご用命、購入に関するご相談は、プロジェクト UI で受けたまわっております。受付時間は平日の10時から15時まで。電話番号は 0852-32-8645 です。また、機能や操作に関するお問い合わせは、株式会社コーチシステム開発サービス部へお願いいたします。受付時間は平日の9時から18時まで。電話番号は 088-873-6500 です。次回はパスワードの書き出しと取り込みについて説明します。